驚き、黙ってろ。拳が強いだけじゃダメなんだよ。だから言ったろ、ペイジはヤバいって。でもお前すげえわ。このままじゃ親子は全滅だ。とどろき、でどうすんだよ。お前らだけだぞかけてないの。 0.5 倍なのに轟の一番人気が変わらん。なぜゆえ。安志と清志にかけるやつも増えてきました。もう1年は中越が仕切りました。早くしないと決まっちゃうよ。人数の中越、未だ目覚めぬ司くん、そこに一番人気の轟くん。ただ辻と柴マンがどう動くか。え、どう動くかって。じゃあこれ買う。ここに出走馬の情報が全部書いてある。買う。1万円になります。高っ。はい。え、買うんだ。あれ、これヤスシにキヨシにつかさって、これ全部同じ団地の出身じゃない。ああお前、団地で結束する可能性はゼロじゃねえな。俺だったらまず団地で結束して轟を潰して、その後団地で誰が一番強いかを決めるね。じゃあ轟ちゃん超ピンチじゃん。誰にかけていいのかわからない。わからない。